やっぱりおかしいな。何してるの？あのね、このノート変なの。鉛筆でもボールペンでも筆ペンでも書き込みできない部分があって。何それ、面白そう。こんばん、あみだくじ、ミステリー案内人です。どれにしよっかな。よし、じゃあ4番目で。その心は？そりゃあやっぱ死といえば4だろ。単純明快な。さて、このあみだの結果はエンディングで発表します。今日はそんなあみだくじのお話をご紹介しますね。どうぞ。ほら、このノート、どのページにもすでにあみだくじの線だけが書かれてるの。ほんとだ。ここは伝説の殺し屋アルカラム一族の自宅。子供ながらにすでに殺し屋として活動しているカカオ、ガーナの兄弟がノートを見て話をしています。このノート買ってきたの？ううん、もらった。誰に？わかんない。多分隣のクラスの子かにゃ。なんで友達でもない子がガーナにノートをくれるのさ。知らないよ。学校でいきなり肩叩かれて、これよかったらどうぞって。もちろん断ろうとしたけど、多めに買っちゃったからって言ってた。たまたま私がそこにいたから渡してきただけだと思うよ。で、書き込みができないって？せっかくだし、あみだくじで遊んでみようと思って、先にゴールの部分に当たり、外れって書こうとしたんだ。でも、どのペンも弾かれるというか、なんというか。ガーナはペンを持ち、カカオの前でも書き込みしてみようとしました。しかし、彼女の言うようにノートにインクがつきません。変だね。変でしょ。どう考えても普通の紙なんだけどね。どのページでもゴールの部分には何も書けないみたい。名前の部分は？まだ試してない。最初のページ、線は2本だ。僕とガーナの名前を書くのにちょうどいい。貸して。カカオはガーナのペンを借りて、1本目の線の上にカカオ、2本目の線の上にガーナと書きました。何の問題もなく書くことができたため、ガーナはさらに不思議そうにしています。なんでなんで？名前は普通に書けるの？自分で書いておいてなんだけど、ゴール部分に内容が書いていないんじゃ、あみだくじの意味も。その時でした。お兄ちゃん。何これ？勝手に浮かび上がってきた文字、名前を書いたのがトリガーになったとしか思えないタイミングでした。一応線をたどってみると、カカオが当たりで、ガーナがデコピン。デコピン、やだ。このあみだくじ面白い。ゴールは名前を書くまでわからない仕掛けになっているんだ。ゴールの内容を自分たちで決めることもできない。どんな高度な技術を使っているかは謎だけど。ガーナ、結果をおとなしく受け入れて。これお兄ちゃんにデコピンされるってことでしょ？絶対嫌。わがまま言わない、そういうルールなんだから。もう。カカオがガーナに向き合い、デコピンしようと指を近づけました。からかいたかっただけなので、軽く弾こうとしたのですが。いや、痛い。うわあ、お兄ちゃんのバカ。え、そんな強くしてないけど。嘘つくな、あんなが開くかと思ったわ。変だな、本当に軽くしたのに。もう怒った。今度こそ私が当たりを選ぶから。ガーナはノートのページをめくり、新しいあみだくじを始めようとしました。今度は4本線なので、4人の名前を書く必要があるのですが。さっきから騒がしいわね。一体何をしているの？興味津々。あ、お兄ちゃん、ちょうどいいところに。は？ガーナは本人の許可を得ることなく、ショコラ、ビター、カカオ、そして自分の名前を書き込みました。これでよし。ちょっと説明しなさいよ。
ハラハラドキドキなあみだくじだよ。あみだくじ、ゴール、空白。ここからが見どころなんだから。ガーナがそう言うと、再びゴール部分に文字が浮かび上がり始めました。その結果、ショコラ、虫刺され、ビター、腹痛、カカオ、切り傷、ガーナ、おなら。切り傷ってどういうこと？虫刺され、刺されてこいってことなの？腹痛拒否。待て待て、私のおならは何？みんなの前でしろってこと？乙女に何させるつもりなんじゃい？呆れた。何がハラハラドキドキのあみだくじよ。確かに文字が浮かび上がってくるのは面白かったけど、こんな内容無視しちゃえばいいだけだわ。その時でした。いやだ、か、ちょっと来ないで。か、ショコラ徹底攻撃。僕たちの方には寄っても来ないね。うざったい。お姉ちゃん最悪、かゆい、虫刺され。これって何かの偶然？あみだくじで出た結果通りになったけど。そんなわけないでしょ、たまたま私に群がってきただけだわ。ムカつく。か、全部まとめて始末したからまだいいけど、かゆみ止め探さなくちゃ。かゆいかゆい。ひー、あそこまで刺されまくったら地獄だよ。たまたまね。え、う、どうしたの兄さん？緊急事態、腹部激痛。うわ、トイレ間に合うかな。兄さんの結果は腹痛だった。急にお腹が痛くなることはあるけど、このタイミングで？え？何今の音？あ、あわわ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 。もしかしてガーナのおな？いやー、違う違う。別におならしたいわけじゃなかったのに。家族なんだし、そこまで恥ずかしがらなくていいじゃん。それに僕しか聞いていないよ。そういう問題じゃない。このノートが僕たちに影響を与えた？う、いた。え、どうしたの？ノートで指を切っちゃったみたいだ。カカオから血が流れ落ちていました。しかも切ったのは指一本のはずなのに、なぜか全ての指から。嘘でしょ、お兄ちゃんの結果は切り傷だった。ガーナのおならが一番マシだったかもね。本当にこのあみだくじのせいなの？だとしか思えない。さっきのデコピンだって僕が与えたダメージ以上にガーナは痛がっていたし、何か不思議な力が働いているんだよ。もう名前書くのやめないと。そうだね。それにできるならこのノートをガーナにくれた子の特定もした方がいい。うん、名前も知らないし、顔もぼんやりとしか覚えてないけど、明日頑張ってみる。僕も手伝うよ。姉さんたちにも改めて事情を話そう。絶対怒られる。まあそれだけのことをしたしね。姉さんはかゆみ止め塗りまくってるし、兄さんはまだトイレにこもってる。あの二人のダメージは地味に大きいよ。カカオ兄ちゃんだって指から血が。傷は浅い、すぐに治る。だからそんな顔しないで、大丈夫だよ。ごめんなさい。すっかり意気消沈したガーナ。カカオに慰められますが、すぐに切り替えられるものでもありません。しかし、被害を受けたはずのカカオは。誰が何の目的でこんなあみだくじノートをガーナに渡したのか。すっごく興味深いよ。明日の学校も面白くなりそう。結局犯人を見つけられなかったわね。ガーナの記憶も曖昧だったからね。生徒数も多いし仕方ないよ。ごめんなさい。謝罪不要。でもビーターの言う通りよ。ガーナだってわざと私たちをひどい目に遭わせようとしたわけじゃないんだから。その割には昨日ずいぶん叱っていたじゃないか。やらかしたことの責任は取ってもらわないとね。でももう昨日で責めるのは終わり。ここからは協力するのみよ。ガーナ、もう一度記憶をたどってみましょう。あなたにノートを渡したこの髪型は？身長、体型は？あ、ちょうどこの子みたいな感じで。え、で、
放任だ。え？いつの間にか女子生徒が兄弟4人の輪の中に入っていました。ニコニコと微笑んでいますが、なぜか不気味に感じます。あなたがノートを？そうだよ、私だよ。使ってくれたみたいで嬉しいな、嬉しいな。何の目的があってあんなノート渡してきたの？おかげで昨日大変だったんだよ。説明求む。話す気はなさそうだね。それなら拷問してでも。カカオが少女に触れようと手を伸ばしましたが、その手は虚空をつかみました。は？な、何？無理だよ、私幽霊だもん。はぁ？もう死んでるから拷問なんてできないよ。でもやっぱりあなたたち危険な子だった。あのノートにふさわしい、私の呪われた阿弥陀くじノート。呪い？そう、あれは私の呪いが込められてるの。一度使っちゃったからもう逃げられないよ。ほら見て。少女がノートを指さすと、新しいページに勝手にガーナたちの名前が書き込まれ始めました。ひょっと、どうして？また阿弥陀くじを始める気だ。ノートを破るのよ。不可、ノート、感情。ゴール部分に新たな文字、ショコラ、秘密を暴露、ビター、的、カカオ、落下、ガーナ、いじめ。わあ、みんな大変な結果になっちゃった。かわいそう、かわいそう。しらじらしいね、全部君のせいなのに。秘密を暴露。お姉ちゃん、何も喋らなければいいんだよ。この結果は怖くない。私、しっかり者の長女だと思われてるけど、そんなことない。1ヶ月前仕事で大きなミスをして父さんにカバーしてもらった。情けないくらい涙が出てきて、みっともない姿だった。父さんにすごく叱られたけど、私を思って母さんにも内緒にしてくれているの。あ、口が勝手に。そんな秘密があったのかい？姉さんが泣いてる姿、貴重すぎる。忘れなさい、これは絶対人に言うなって父さんに言われて。秘密暴露しちゃったね。嫌だよね、恥ずかしいよね。うん、いと。え、今度はビターお兄ちゃん？ありえない光景でした。的の結果が出たビターの体にボールやカバン、上靴などがガンガンぶつかりまくっているのです。しかし誰も投げている人はいない。教室中のものが意思を持っているように一人でに動き、ビターに攻撃しているようでした。中にはコンパスや刃の出たカッターなどもあり、危険すぎます。全力回避。兄さん、痛いね、辛いね。攻撃はずっと止まないんだよ。残ってるのはカカオの落下とガーナのいじめ。でも落下だなんて。カカオ、どうしてそんな危険なところに立っているの？ここは4階よ。わかってるんだけど、体が勝手に動くんだ。あ、なるほど、僕はこの窓から落ちる運命にあるのか。ダメ！近づかないでガーナ、君まで巻き添えになる。でも大丈夫、大丈夫だから。カカオの言葉と行動は噛み合っていませんでした。安心させようとしているはずなのに、カカオは窓から真っ逆さまに地上に。カカオ、ひゃー！あとはあなたのいじめ、これが一番嫌だね。明日からの学校が楽しみだね。そんなの無理よ、この子は友達も多いから。関係ないよ、いじめってある日突然何の理由もなく始まることもあるんだよ。少女が吐き捨てるようにそう言った瞬間でした。いじめを受けたのは君なんじゃないの？は？カカオ、無事だったの？うん、受け身取ったら割と大丈夫だった。体のあちこちが痛むけど大怪我はしていない。人間離れ。よかった。そんな、
なんで？私が落ちた時は受け身を取る余裕なんて。どういうこと？落ちている時、なぜか彼女の記憶が僕の脳内に浮かんだんだ。彼女はいじめを苦に死を選んだ。僕のように窓から身を投げて。え？秘密を暴露させられたのも、物を投げる時の的になったのも、全部彼女の体験。彼女はいじめの主犯者たちに毎日のように強制的に阿弥陀くじをさせられ、ゴールに書いてある内容のいじめを受けていた。強い恨みを抱いたまま死んだから、成仏もできなかったんじゃない？でしょ？そんな。でもだからってなんで私にノート？そういえば記憶の中で見たいじめっ子の一人がカーナに雰囲気似てた気がする。うん、そう、あなた似てたの、リョウコちゃんに。リョウコ、それがあなたの憎い相手の名前なのね。私、アミって名前で、ただそれだけで、アミが阿弥陀くじしてたら面白いからって、からかわれ始めて。最初は遊びだったのに、だんだんいじめに。アミが阿弥陀くじ、親父ギャグ以下。うん、面白くないよね。でも、あの子たちは、本気で楽しそうだった。いじめの内容が決定するたびに、歓声を上げて、落ち着きなさい。ここにそいつらはいないわ。やだ、やだ。憎い、憎い、憎い、憎い。呪いたい、呪いたい。アミちゃん、辛かったね。最悪だったね。誰も助けてくれないなんて地獄だよ。何にも面白くないことで笑われて、ひどいことされて、あなたがこんな呪いの阿弥陀くじノートを生み出すことになったのも納得する。ガーナ、でもいくら私たちを呪ったって何も解決しないんだよ。呪うべきはそのリョウコって人じゃない。あ、ちなみに主犯はもう一人いたよ。そっちは彩子ちゃん。リョウコちゃんに嫌われたくなくて、しぶしぶ付き合ってたみたいだった。どんな感情だったとしても、あなたを傷つけたのは同じだよ。ねえ、実は私たち殺し屋なの。あなたの恨みを晴らせるかもしれない。リョウコと彩子、探してみる。だから私たちを呪うのはやめて。ビタお兄ちゃん、そろそろ限界を迎えそうだにゃ。体力ゲージ1。わかった。ギリギリセーフ。ありがとう、みちゃん。私たち本気でやるから。あやこ、あんたが子供を産むとはね。小学校からの付き合いだけど、ここまであっという間だったな。うん。ねえ、りょうこちゃん。私ね。どうしたの？大事な話がしたくて、息子を旦那に預けて出かけてもらってるんだ。顔見たかったのに。大事な話って何よ。自分に子供ができて、やっぱり小学生の時にしたいじめはひどかったって再認識したの。アミちゃん、私たちが死に追いやったあの子。ちょっと、お祝いに来たのにそんな暗い話やめてよ。アミは自分で勝手に死んだんでしょ。私たちはからかって遊んでただけよ。違う、私たちが傷つけたの。私、今更だけどあの子の供養をお願いしようと思って。ほら、ご両親ももう亡くなってるし、誰もアミちゃんのお墓を守る人もいないから。出た出た、あんたのいい子ちゃんぶりっこなとこ。昔もよく言ってたよね。もうやめよう、アミがかわいそうって。そう言いながら私が怖くて結局従ってたくせに。だからそんな自分が嫌になったの。自分の子供が私やリョウコちゃんみたいな子にいじめられたらたまらない。せめて少しでも罪を償いたい。そんなこと言ったってアミはいないんだし、忘れた方が得でしょ。っていうか罪悪感もないわよ。私たちは阿弥陀くじで遊んでた、ただそれだけ。リョウコちゃん。なるほど、どっちもそれぞれ最低だにゃ。そうね、罪の意識が全くないやつと
自分の子が生まれてようやく罪の重さに向き合ったやつ。亀裂無知。早くの方がマシではあるけどね。誰あなたたち。知り合いの子じゃないの？え？どういうこと？私たち、アミちゃんの恨みを晴らしに来たの。アミちゃんの？どこで聞きつけたか知らないけど、たちの悪いガキどもね。恨みを晴らすって何よ。そのままの意味だよ。この場ですぐ始末してもいいんだけど、それじゃあアミの気が済まない。アミちゃんは生きているの？ねえ、だったら会わせてください。私、アミは死んでるわよ。霊として今もこの世をさまよってる。一気にうさんくさい話になったわね。アヤコ、こんな奴ら追い出しましょう。嫌だ。はあ？名前記入。ビターはアヤコとリョウコの前にあのアミダクジノートを差し出しました。名前もゴールも空欄で、あるのは2本のアミダクジの線だけ。言う通りにして、あなたたちの罪を決めるのは私たちよりもアミちゃんがふさわしいから。わけわかんないんだけど。名前を書けばいいのね。わかった。ちょっと、アヤコは涼子の制止も聞かず二人の名前を記入しました。勝手なことしないで。私たちこそ勝手な行動を取り続けてた。アミちゃん、名前書くときこんな気持ちだったのかな。すっごく怖かっただろうな。さあ出るよ、アミちゃんの出した答えが。ノートに文字が浮かび上がります。アヤコ、許す、リョウコ、死。何よこれ。あらら、まあ妥当かな。じゃあここからは私たちの出番ね。アミの手をこれ以上汚させたくないから、仕上げは任せてもらう約束だし。やる気十分。冗談よね。本気だよ。それじゃバイバイ。地獄に落ちて苦しんでね。いやー、リョウコちゃんが死。目の前で友人の命が消えるのを見るのも罰ではあるわよね。衝撃的光景。アミは許すと判断したけど、やっぱりこれくらいのペナルティーは必要だ。そうだね。んじゃ、掃除して帰ろっか。待って。あ？アミちゃんは私を許したの？アミダクジにそうやって書いてあったじゃん。でも私は。リョウコとの会話を聞いていたわ。アミの供養をしたいって。気が済まないんだったらそうすればいいじゃない。自分で言っておいてなんですが、アミちゃんは嬉しいでしょうか。私なんかに供養してもらって。すると、ノートに名前を書いてもいないのに、また文字が浮かび上がりました。それはアミの本心でした。お願いします。アヤコちゃんと楽しく遊んだ記憶、今も大事にしてます。アミちゃん、ごめんなさい。ごめんなさい。優しすぎるよ、アミちゃん。アミちゃん、天国でゆっくりしてね。私はもう二度と間違いを起こさない。許してくれてありがとう。今度息子の顔を見せに来るね。早子、毎日のようにお墓参りしているわね。供養もちゃんとしたところに頼んでいたし、反省は本当だったみたい。有言実行。アミの姿もとうとう完全に見えなくなったし、成仏できたんだろうね。うん、これで安心だよ。さ、帰ろっか。ガーナ、気が緩んでおならしないでよ。ひぃ、もう忘れてよ。それでは発表しますね。4番は、ででん、ミノタウロスの霜降り肉40キロ詰め合わせ。シャオレイ、やったぜ。あ、ちなみにこれはゴクちゃんのボーナスを決めるアミダくじで1から5まで用意していました。1が地獄のワニ肉10キロ詰め合わせ、2が闇闇キノコ20キロ詰め合わせ、3が闇の世界温泉ツアー3泊4日の旅、5がゴブリン谷のホテルツアー5泊6日の旅という感じです。
どれも魅力的だな。地獄のワニは数が少なくて捕獲が普段できねえ希少肉だし、闇闇キノコは食べれば強烈な幻覚を味わい再起不能になる採取厳禁のキノコ。拷問のために採取申請しても通らなかった幻のやべえキノコだ。闇の温泉ツアーもゴブリン谷のホテルツアーも休みを取ろうと思ってもなかなか行けねえ人気コースだ。案内人のボーナス太っ腹だぜ。来年も楽しみだな。そもそもボーナスの内容はその人が欲しいと思っているものが5つ選ばれるシステムなので、どれも当たりとは言わないでおきましょう。それではバイバイチー。あみだくじ。ビート何してるの。掃除当番、あみだくじ決定。あんなことがあったのにトラウマになってないメンタルすごい。トラウマになるようなことあったっけ。私の弟たちどうかしてるわ。